やーはいスタート終了ヘディー新人中でーすよっしゃーやりましたー本当に、もうなんだか映ったの、そんなことよりも気になることがあったんでしょブレスレット、かっこいいなーいや、もう撮影始まる本当直前よ普通に会話し始めたからそれで勝手に始まったから、やべえと、おい、みたいなもう撮った最近ね、ちょっと個人連絡したら喋ったりするんですよねあそこのプレゼント可愛いねあーはいはいはいで、今度買い物行こうよ、うんまあ、また連絡するわみたいなぐらい適当にやねんはいはいはいまたまた買い物行こうよまあ、よう言うやん、はい、またご飯行こうよ、はい、行ったの見たことないやん、うん、忙しいからって誘いづらいよいや、同じスケジュールで行こうよなんであんたの他人みたいないやいや、どうなんですかいやでも行きたいね、なんか今年は去年は全然行けなかったからじゃあちょっと今度じゃあタカ君感じたやつかちょっとやりましょうよ、まあ、新年会みたいなのもできてないですしでいつかどっかの MC で、うん、そういえば行ったよねっていう話をしたいああいいじゃないですかいいですじゃあタカ君に任せていいですか、うん、よしじゃあ気合いましたタカ君が仕切ってちょっとやってくれるって証拠ですありがとうございますこれ証拠です証拠です、はいはい、感じって割り勘だよいや別におごれって言ってないよそんな話なんかすげえお願いしますってやってるからじゃあ本日の企画いきたいと思います本日の企画は名曲ワードウルフうん、皆さんご存知ですよね、はいはい、全員に一つずつこうお題を出されてその中で一人だけ別のお題を出されてこの中で仲間外れは誰なのかっていうのをこう話し合った中で炙り出していくっていうゲームなんですよめっちゃ絶妙に違うやつやんなそう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 うどん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 そばみたいな来てて誰が一応なってって感じやなっていうゲームなんですけれどもまあこれは結構皆さんご存知だと思うんですけども、はい、これのお題をですね今回曲に絞りましてうーん楽曲で名曲たちを使ってワードウルフをしていこうじゃないかということでございます。おーすげえ。神企画か。というわけでですね、まあ、仲間外れを炙り出すということで、はい皆さんもですね、見ながらちょっと考えていただければなと思います。はい。それでは早速やっていきましょう。えっ、ショータイム！はい。というわけでですね、早速やっていきたいんですけれども、はい、正解発表という形で、全員自分がその教えてもらったお題の曲を、サビを歌っていただきます。それだけ違う歌を歌ったやつが、狼ってことですね。はい。なんかさ、勝ち負けとかつけた方がいいのかな。正解を指さして当てたやつね。ああ、そうか、うん。それでじゃあポイント。自分で自分と思う可能性もある。まあまあ、そうっすね。そうそうそう。じゃあ、それでちょっと。やっていきましょう。はい。早速ですけれども、お題を見ていきたいと思います。じゃあ、ちょっとケンジ君の方から見ていただきましょう。俺らはちょっと強くあー、なるほどね。サザンオールスターズか。言うなよ。言うなよ、絶対。これもわかんないよ。これはもう始まってるのか。そう、心理戦か。あー、はい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 。松田聖子か。え？はい、わかりました。はい。松田聖子か。あ、いいのかな。あ、ごめん。ちょっと目こうやって照れすぎて。ぼやけてんねん知らないやつだあー、オッケーオッケージャスティン・ビーバーかじゃあ、人狼にいいよ踊ったことあるかもしれないさあ、というわけでね、じゃあ、5人のお題も決めるということでまあ、もう、見た時の反応から心理戦は始まってるということですねお願いしますはい、では、早速ですけれどもトークタイム、用意スタートお願いしますお願いしますお願いします知ってましたいや、もうもちろん、もちろん、もちろん、めっちゃ有名な曲ですから、はい、まあ、イベントものというか、期間限定的なものなんじゃないかなって、ね、ちょっと思ってますね。どうですか、高くんから。その、まあ、印象というか、じゃその曲のちょっと印象なんか教えてもらいたいとかできないですかね。印象ですか、うん、冬か。あってことは、これ今のところ全員冬な可能性があるそうだね、冬曲で、なんかこう、2曲に分かれてるみたいな。いや、分からん、これで1人夏がおったら、もうそいつめっちゃ有利やね。確かにね、確かにってなってるもんですね。ケンジなんかどうなさる質問とか。スマホに入ろうかな。曲に対してすごくどういう印象を持ってますか。どういう印象、うんね、ちょっとめめしい感はあるかなっていうイメージかな。冬系の歌大概そうやからな。俺ケンジに質問、はい、どのぐらい前の曲どのぐらい前か専門ぐらいが一番聴いてたんじゃないですか。へえ。昔の曲でもハマった時期があってそれでめっちゃわーって聴いてる時期あるんで覚えようとしてだから専門高校終わりとかじゃないですか。うん、僕タカ君に質問なんですけど、はい、イメージでねそんな何人組ぐらいだと思うんですよ。何人組、うん、CC よりは少ない。あそれは大体大体のグループそうでしょ。4、5人。いや、誰なんだろうな。うわでもこれ、やばいな。まだわからんな。なんか爆弾、音が決まってもうちょっと言ってほしい。あ、決まってる。権利をすることで、はい、そのグループは赤サタナまでか、浜やらわか、どっちで始まります。は浜やらわの浜やらわ。え、アーティスト一緒。可能性はありますよ。うわ、そういうこと。覆面を攻めた方がいい。可能性はあるけど、攻めすぎたらバレんねんな。もうワンチャン曲違うかったらバレてる可能性あるから。そうっすね。じゃあ、タカ君に質問していいですか。疑われるなぁ。なんで疑われてるの。
一番思いつく時期って何ですか？北から冬。うんうんうん。顕著。秋から冬にかけてですね。うん、秋冬。ルドルも分かったんだよね。分かったっていうか、なんか。いや、俺ももう行こうかな。もうじゃあ行っちゃいます？決めちゃいます？行きましょう。それでは、今回のウルフは誰でしょう？せーの。え？全員分かれてる。え？全員正解してる一人や。いや、絶対俺やと思うで。歌ってみます。そういうことやろ。そういうことです。今誰がダメに刺したか覚えておいて、はいはい、これで歌って違うかったやつに刺しないとか1ポイントや。はいはい、行きましょう。せーの。くだらないよ。クリスマスソング。うわー、うわ最悪や。そういうことや。あ、とりあえずタカ君のポイント。あ、そう、タカ君のポイント。すごい。俺はクリスマスソングって分かって、俺以外全員クリスマスソングやった。俺もそれ。逆にみんな冬に聞くとか、冬に聞くとか言うから、みんな冬系の方やと思ってやめて。俺も自分全く一緒。そう、俺逆にみんな同じこと言いすぎてるから、こっち多い人なんだと思って。だってそうじゃん。だってさ、自分の誕生日の時期だったらさ、絶対冬じゃないじゃん。だから秋から冬にしたの。なんで冬なんですか？バックナンバーさんでも冬のアーティストさんなんじゃない？まあね、まあ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 、言わんとしてることは分かりますよ。まあ、そう、イメージ的になると思ったんですか。いや、なんか怪しかった。うわー、じゃあ高く一番で、これめっちゃ怖い。ちょっとみんな引きこもりすぎた。確かにね、そう、もっと出しちゃった。もうちょい出して。いや、行きましょうか。お願いします。はい、それでは2ゲーム目、お題の方行きたいと思います。またケンジ君の方が、はい、じゃねん。ファーストフラーって分かんのかな。じゃねん。はははええー、それを歌うの、やばっ。あはは、なるほどね。じゃねん。ロナージーニョって曲出してたの。それはおもろい。じゃねん。はい、はい、それではディスカッションタイム行ってみましょうか。行きましょう。用意、スタート。上がるよね。上がりはするね。追い上げ、上がる上がる。もう楽しくて楽しくて仕方ない。おー、全員知ってるかも。え、知ってるでしょ、絶対。うん、知ってる。なんかね、やっぱカラオケのイメージがすごい強い。わかるよ、わかるよ、わかるよ。いや、これな、めっちゃ類似の作品絶対来ると思う。いや、そうなんですよ、うん、そうだと思うんだよ。カラオケ、さらにお酒が入ったらってなってくるわけだから、うん、俺は。ただ曲名は始めろじゃん。これだってさ、濁せないじゃん。曲名はそもそもあり。男性か女性かとか。いやー、でもケンジだけが知れる特権する。あ、する。じゃあ、俺フータ君の聞きます。おー、じゃあちょっと。なるほどね、なるほどね。ちなみに、違いました。じゃあ、俺かお前が黒や。そうです。それってさ、俺がさ、次さ、ターボにさ、そう、同じ質問してってやってさ、それが俺と違うかったら俺が黒と分かるし、一緒やったらこれが黒と分かるから。あ、オッケー。そっか、じゃあもう二択なわけだ。じゃあ、フータ君に質問していいですか、僕は。美味しいですか。俺は思わん。ありがとうございます。俺いい、はい、ケンジに質問、はい、何人組ですか。1人。なるほどね。なるほど。おっと、タカ君も何か聞きたいのあれば。アーティスト名は英語なのか、漢字なのか、カタカナなのか、うん、ひらがな。あ、どっちに聞きます。アーティスト名ですね、まあ、曲じゃなくてアーティストの方ですね。じゃあ2個でいいの。これかこれ。英語か漢字。なるほどね。2択やもんな。これでいったら結構当てずっぽいやろかなと思ってるけど。もうちょっと掘りますか。あと1個にします。あとワンクエスチョン、ちょっとなんか補させそうなクエスチョン。俺が何もやってないクエスチョン。全員で最近歌いましたか。何でもいい、どんな機会でもいい。最近歌ったかを一人ずつ聞いていきたい。はい、ベンジャー。歌ってない。歌ってない。え、これはほんまのこと言うな。はい、歌ってない、歌ってない、歌った、歌ってない、はい、最近の感覚は人それぞれ。いや、5年前とか最近ってない。分かってる。決めましょうじゃあ。オーケー。はい、それではウルフは誰でしょうか。せーの。え、うわ、マジやられてる俺ら。いや、勝利分かんない。じゃあちょっと正解発表、はい、歌歌っていきましょう。せーの。エリカの作品に来る君が君と重い。だから俺その段階でフータ君から女って聞いたじゃん。で俺ラブエオンリーだったから多分飲み曲だなって自分の中で絞ってた、はい、でフータ君が女ってきました。で俺結構博打打ちで一人って言った。
いや、これは正しいな。うわ、それはやられたんだ。じゃあそう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 、博打で一人でやってた子が質問の時に美味しいですかって聞いた瞬間に、あ、飲み曲さくらんぼしかねえわと思って、もう完全に絞ってさくらんぼシフトでやられちゃった。それはそうなるわ。そうなるわ。では、次のお題いきましょう。ラストにします。はい、はい、いきましょう。それではケジ君の方からのお題を、はい、でね、はぁ、なるほどな。いやパワー中山王。次の方、関節が痛くて見てもらいたいんですけど。やめよう。あー、オッケー。なんだ、そういうこと。次の方、やめよう。右視力検査したら病院行っちゃうの。はい、お願いします。はい、さうん。あ、それでは質問が難しいな。はい、それでは最終問題です。3、むずいな。難しいな、これはすごい難しくて。ちょ、いいじゃん。はい、お、たくんから。もうさっきと同じだけど、季節、はい、うん、聞いておきたいな。誰に聞きますか。これはもう全員聞きたい。あ、うん、なるほど。夏、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 夏。まあ、ふうたくんはね、その一発目だったからどっちとも捉えられるじゃないですか。でもこの時点でもしかしたら俺人狼かもって思った人いるかもしれないよね、もしかしたら。え、質問で、紅白出たことある。はぁ、あると思う。多分 あると思います。あるかな。鬼干す意味ないからな。あるかないか。そうそうそう、いや、あると思いますけど、まあ、あるよな、普通に。まあ、あるよ、あるよ、絶対って感じ。してもいいですか。なんかね、どういうところで見ますか。 TV よりはライブで見る感じ。うん、なるほど。イメージ、ライブ感のが強いと思いますか。なんだその感じ。高くんやから分からんわ。問い分けなんか質問あります。ターボに質問です。はい、音楽のジャンルで言ったら何になりますか。はい、ポップスじゃないですか。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ俺行こうかな。全員でいい。はい、全員。この曲を歌ったことがあるか。ある、ある。僕もあります。ないな。一緒に歌ってるとかあります。自分で入れました。まあ、みんなでワイワイ歌う感じだと。俺ら多分あんまやらなそうっすよね。自分でこの曲を入れて、うん、じゃあ歌いますっていう感じではなさそうな気がする。でもなんで入れないんですかね。確かに。なんで入れないですか。俺はね、多分あんまり自分に合わないんだよね。多くはないかもね。そう、うん、でも俺とかりょうたくんとかだったらさ、まあ自分から入れてても別にいけそうだな。まあ、いけそうではある、うん、変ではない。入れたことない。人と一緒にとか思ったことない。俺の友達かもみたいな。イメージはでも分かる分かる。確かに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 。質問いいですか。はい、タカくんに質問です。歌ってる人の人数、うん、3人より少ないか3人より多いかどっちですか。微妙だけど3人より上かな。うん、タカ君に最後質問してください。タカ君のことは好きですか。これは嘘はなし。嘘なしです。ちょっと聞かないことでしょ。それは分かっちゃう。ヒントになっちゃう。嫌い。聞かないよ。嫌い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 。待って、めっちゃ聞こえてくる。リョータに質問。俺の中では、リョータがタカ君が黒やと思ってる。曲名、漢字、ひらがな、英語、カタカナ、どれですか。漢字。なるほどね。俺多分どっちも分かった。もう俺多分分かった、どっちも。じゃあ、発表しましょう。じゃあ、行きましょうか。はい、それでは、この中で狼は誰でしょう。せーの、ドン。りょうたくん、りょうたくん。自分だと自分はもう。では、うわ、最悪や、なんかちゃう気する。歌ってみましょうか。赤くんと前もう高くんと前。マジで。せーの、はあ、この愛は一体だろう。レゲエ砂浜ビッグウェイ。うわぁ、マジかー。いや、だから言うたやん、人数。そうや、人数言うたやん。人数言うたやん。そう、人数言って3人かなとか言うとったやん。お前、じゃあ、じゃあ高君一択やん。そう、それ否定しやん、しやんと俺か高君とか言うから、あ、俺なんやと思って。あ、そうやん、ほんまに途中で言うてやん。ふうたの友達も誰でしょ。いや、フルート歌うで、確かにね、湘南の風だったら水泳だったらそう歌いそうな曲だよな。うわー、うわー、いいなー。じゃあ、高君だけは正解というわけで、優勝高君、おー、素晴らしい。ありがとうございます。歌って言ってるだけで、うん、別に5人一緒に歌って1人ちゃうこと歌ってるから何歌ってるかも分からんし、ただのワードウルフやからな。本当にただのワードウルフや、うん。